日本近畿地方京都府京都市東山区祇園工部。花見工事祇園工部は京都市東山区にある京都で最大の花町。祇園工部門賞寛永年間に祇園社の門前で営業された水茶屋が始まりとされる。京都書次第、板倉重宗によって茶立女を置くことが許可され、門前の茶屋町を祇園町と称するようになった。 漢文年間になると、市場河原町に芝居小屋が立ち、市場通りと、大和王子2にも茶屋が開かれるようになり、別在店町、21件町、中野町、山畑町、宮川町で、祇園街六町と称した。教法17年、正式に茶屋都政の営業許可が下りると、元吉町、橋本町、林家町、末吉町、清本町、富永町の、 祇園内六町が開かれ、さらに繁栄した。この際に、団子をモチーフにした紋章が作られた。この紋章は、現在も祇園後部と祇園東の紋章として使われている。江戸末期にはお茶屋が500軒、芸儀、舞妓、章に合わせて1000人以上いたという。明治に入り東京店舗によって、繁栄に、陰りが差した祇園を立て直すため、一力亭の九代目、当主、 杉浦二郎衛門は、明治5年に、第三次、牧村正直や初代京都府知事、長谷野分厚の協力を得ながら、祇園公部株会を設立。芸を身につけた、職業女性として、芸儀の自立と、地位向上を目指した。また、京都博覧会の付け博覧会として、都踊りを企画、創設した。第一回の都踊りの振り付けを担当したのは三聖火元。 三代目、井上八代であり、これ以降、祇園公部では、井上流が、前の流儀となった。現代においても、祇園の前は、井上流一筋となっている。この時期、祇園は、文人や政治家等に愛され大いに繁栄した。当時、ゼゼウラと呼ばれていた一部の地域は、明治十四年に、祇園を粒として分離し、現代に至る。大正元年、 貸し座式取締規制改正により市場通り、両側、縄手通りにおけるお茶屋営業が禁止され、市場通りに面していた一力邸は入り口を花見工事側に移設した。第二次世界大戦が始まると白川沿いの北側は建物疎開で破壊されたが含まれていた。この地域は現在は遊歩道となっている。1945年に太平洋戦争が終わると、 祇園工部はすぐに営業を再開。1950年には、都踊りが南座で再開された。新橋地区、白川沿い南側の茶屋昭和30年代から40年代に、かけてお茶屋150軒、芸儀、舞妓合わせて600人を数えたが、時代の流れとともに、花町の規模は縮小していった。古い街並みはビルに変わり、加えて、バーやスナック、 西風俗店の進出により環境が悪化する。新橋地区の住民はこの乱開発に危惧を抱き、この地域の町並み保存を行政に働きかけた。この結果、新橋地区は集計地区に指定され、1976年に重要伝統的建造物群保存地区として選定される。一方、祇園町南側は女工場学園所有であるために乱開発は、 逃れ、歴史的風景特別集計地区に指定された。この町のシンボルというべき舞子も一時は20人以下へと落ち込んでいたが、近年徐々に回復し、現在は30人弱にまで増えていると言われる。詳細は、八坂女工場学園を参照。気温は、数多くの人物で彩られ、また名義を排出してきた。江戸初期には、大石倉之助が、 一力規定で遊んでいた話は、歌舞伎などでも知られ、江戸末期には、後の新政府を樹立する多くの志士らによって利用され、続けた。高杉新作は、井筒屋の芸儀、このし花を悲喜にしてどどいつ、何よくよくよ、川端流、水の流れを見て暮らすと歌っている。また、大和王子2に営業していた、ウ品の芸儀、君を足し,しらを新選組の目から逃れさせたことで、有名。 時は折、明治期に、加藤朗のおゆきは、アメリカの財閥であるモルガンと結婚して、後に、モルガンおゆきと呼ばれた。吉井勇の、かにかに祇園箱ひ寝る時も枕の下を、水の流るの歌で有名な、お茶や大友のお上で芸妓である、磯田だ女や、井上流の名手として、また、後輩の育成に努めた松本沙田女、他に、早崎春遊、三宅こまめ、 玉木里春、藤本畜陽、上は、周、安藤孝子、岩崎峰子、高田町子、勝野など京都のみならず、世間に花を添えてきた芸妓が、数多くいる。最近では、芸妓としては、初のジャズシンガーの孫とがいる。現在、祇園工部芸妓組合の会長に就任しているのは、芸妓で、異常流名取である、豆鶴で、他に、小文、と道代、小一万。 豆広し、豆花、小ヨシミ、テラシコマン、豆なんじなど代表的な芸儀らがいる。ありがとうございます。